まちゃんどうしたの？しんどくないそこ入れてたら。お手洗い。これか。え、貴重品ボックスの郵便浴室にご用意。お風呂なんだ。駐車場は。封筒がいるんじゃん。封筒あるわ。あるわ。お。今日は11月の3日。あ、財布直しちゃった。800円。あ、500円持ってんの？そう、やっぱり。ちょっと待って。300円渡すか？封筒に入れて、前を書いて、写真も書いて、ね、これを押して入れてください。で、ポットに入れて、ここに入れます。はい、これで受付完了です。そしたら、なんか、なんだっけ、領収書を挟んでおいてくれるらしいです。はい、よいしょ。よいしょ。お風呂入浴料1000円で出てた。よいしょ、どんどこと団のうちで受付終わりまして、何時、5時9分10分か9分やな。5時09分、予定よりかなり出遅れました。ちょっと暗いのでしばらくは映らないと思うんで。これ熊鈴つけてけへんだわ。よいしょ。明るくなってから湿ってるな俺な。ご挨拶したいと思います。じゃあ行ってきます。
何も見えてないと思いますが、いやなんかどんどこ沢、園庭があそこあるんで、大きな園庭があるみたいですね。なんかすごい音がすごいんですけど、星空がきれい、もうだいぶさっきまで満天の星空だったんですけど、多分ね東の空は少し明るくなってきてるんで、よいしょ、だいぶもう明るい星だけしか見えなくなってる。真正面にオリオン座見えてるんですけどね、 GoPro では映らない。よいしょ、石もゴロゴロ落ちてるってことは、これ悪石してきてんやろな、上から。ちょっと東の空が明るくなってきてます。釣ってるかな。よし、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 どっから行くのこれ。よいしょ、え、ここやで、あやさん。どこ行くの？ここやで。そこ矢印あるやん。故障です。よいしょ。なんとなく紅葉が見えてきたな。だいぶ散ってんねん、ほぼ散ってんねんけど、あれ見たらもう上の方はめっちゃ散ってんじゃん。よいしょ、あーちょっと明るくなってきましたよ今。うん、6分、5時50分。よいしょ、音声は小さくなるかもしれないので、はい、左かな。そこに赤いのあるな。まっすぐやな、そんなの。よいしょ、出たからめっちゃ湿ってますけど、今日はすごいいい天気みたいですね。よいしょ、はあ、3時何分やった、あれ着いた20分ぐらいやったかな、朝の。もう駐車場が満杯、相変わらず人気のお山で、で有料駐車場になります。よいしょ、多分なんかこう水の音とか入ると音が小さくなったりするんで、よいしょ、すごい水量ですよね、音は。
すごい落ち葉が綺麗ね、黄色くて。よいしょ、もう2週間前とかめっちゃ綺麗かったんじゃん。はあ、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 でもやっぱ綺麗よ、あやさん。赤い、赤いというか黄色い。はあ、よいしょ、はあ、初めての南アルプスやんな。あ、そう、よいしょ、でも映ってへんのちゃうかな。もうちょっと明るくなってまた撮ります。でも綺麗に明るくなってきました。よいしょ、どんどこ沢登山道ですね、これ。よいしょ。よいしょ。だんだん急登になってきました。よいしょ。よいしょ。めっちゃ急登やな。よいしょ。頑張り、負けるな。よいしょ。はい。小刻みに行きます。6時になりましたね。よいしょ、だんだん良くなってきました。今日は新しいザック初めて。使ってます。背中にフィットしてると重さを感じにくいという。でもやっぱり坂道になると重すぎですね。
それにしても暑いです。ちょっとフリース最初寒いかなって着てたんですけど、さっき脱ぎました。めっちゃ暑いです。気温10下で10度ぐらいやったんですけど、今日行っても昼間は10度ぐらいまで上がるんちゃうかな。まだちょっと暖かいですよね、11月、はあ、あだんだんほら赤いのが見えてきて、赤いというか黄色いね、はあ、すげえ綺麗、はあ、空がだんだん明るくなってきた、はあ、こいつずら鬼の急登になってます。はあ、すごいさっきの人速い。落石してしまうから気をつけなあかんね。よいしょ。すごい急登。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。頑張っていきましょう。すごいな。下見るとゾッとする。よいしょ。よいしょ。この黄色いのが綺麗。ねえ。よいしょ。だいぶ散ってるんですけどね。よいしょ、はあ、どこしょう、
ここちょっと危ないねよし、なんかクソ道が見えてるけどこうそこ道が見えてるけど、うん、ここちょっと危ないよこれ、怖いな、よいしょ、うわ、よいしょ、持ってる人は持った方がいいかも、よいしょ、危ない、ここはちょっと危ない、遅い、よいしょ、よっ、ああ道ある、そこにも道が見えねえけどな、どっちや、そこにピンクテープがあるよ、あっちじゃん、あっちかな、あそうかあっちか、うん、これは違うぞ、危ないでここ、これ道間違えてます、絶対あれあそこやろ、よいしょ、これこっち行ったらあかんかな、なんか危ない道やなと思って、なんか急になんか変わったんです、こっちじゃないわ、それな、もしやったらそっから降りられへん、そこ道あるわ、違うで、こっちと、怖っ、道修正します、よいしょ、うん、間違って通ってる人おんな、これでも足踏みやってみたらよいしょ、よいしょ、どこどこおんの、ここ、これ来られへん、これこれ、ここここ、
上の方お日さん当たりだしたな。もう俺たちさ、ちょっとしたとこやったらいけちゃうからさ、ほんで待って偉い目な。もうそのままいける、そのままいける、大丈夫。ちょっと姿勢低くしたらいける。ダメダメダメよ、こうやって人は道を間違えますこれさっきあのまま行ったらそこスーッと行けんねんけど、そこが怖かってん。さっき修正した多分ここから降りてくんねんけどさ、これもうここはそこが怖かってん、ちょっとだからちょっともうあそこで降りた。よいしょ。うわ、綺麗な。めっちゃ綺麗。よいしょ。よいしょ。すごい。まだ暗いから写真がちゃんと写らない。ところどころ危なそうなとこあんな。穴開いてんで、ここ。大丈夫なんこれ、ここ。なあ。根っこ滑るから気をつけて。よいしょ。でも根っこの上に乗らなあかんか、家は。よいしょ。こんなん滑って落ちる。わあ、回しが。嘘、嘘。よいしょ。わあ、何やここ。めっちゃ危ないや。おお。よいしょ。おお。ところどころはちょっと危険やね。
足元注意が必要です。怖いよ、ここ。落ちてたら終わりやんな、こんな。ただでは済まんよ。皆さん道譲るときは絶対に谷側におった方がいいわ、この山道なあ。谷側じゃない、谷側じゃない方、山側山側よいしょ。ここに道あんなんや。危なくて自撮りとかができないわ、こんな要線は。これどこの矢印してくれてるな。よし、よし、よし。
クマちゃん直したよし、新しいザック、クマちゃんつけるとこないのでクマちゃん隠れてます。考えないといけません。よいしょ、よいしょ、よっこらしょっと、よいしょ、ここは、うわー、すごい滝やね。何あれ、あれか、よいしょ、うわー、よいしょ、上がられた、わー、すごい、す
ごい見えてますかね。はあ、はあ、何の滝だっけ忘れちゃった。後で入れときますよ。まあ、はあ、しょ、おー、6時37分です。よいしょ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 。すごいね、あの滝よいしょ。めっちゃ落差あるんじゃん、あれほぼ山の半分以上下ってあれしてんじゃんねえ。130が2、分からん、150とか100下手したら200ぐらいで行ってんじゃん。はあ、あれ白糸の滝でいいの？ほんまに違う。南精進ヶ滝。滑りそうで怖いな、これ。よいしょ。すっかり日が昇ってる。まだ星さん見えないけど。よいしょ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 。どんどん山の奥へ入っていく感じですね、これ。よいしょ、あんまり登っているというのが今ないですよ。しんどい。どう？よいしょ、わっ。
あれが白い、え、あれ、あれ、あれがね、え、あれが、分からへん。せっかくやからクマちゃんフォトジェニックしたいな、これ。クマちゃんどこにおんの？え？どこ？出ます。大きい方？出ます。メガネ？メガネどうした？何を？メガネ。は？落ちてないよ。落ちてる。どこにあった？うん、だからここからポロッとここの下に落ちて。ないで？落ちてるんだって。ほらほらほら、あっちか。
これか、岩登りって。それも直しとこか、こちらは。うん、上にいるとこは。はい、手前側に、手前というか外側に入れた。はい。気をつけて。